バネッサリン・ウィリアムスは、アメリカ合衆国の R&B、ポップ、ミュージカルシンガー、女優。ビルボードの全米シングル、R&B 部門ともに第一位に輝いた、代表作、セーブ・ザ・ベスト・フォー・ラストをはじめ、各国のランキングでは、数々の作品が、トップ10にランクインした。1983年、アフリカ系アメリカ人初のミス・アメリカ。 シンガーにとどまらず、アーノルド・シュワルツェネッガーと共演にしたイレーザーを、はじめ、数々の映画、テレビドラマやミュージカルにも出演するなど女優としての成功の収め、シンガーとしても成功した女性の一人である。ニューヨーク北部に隣接するウェストチェスター郡は、タリータウンの中流家庭に生まれた。両親ともに音楽教師であった経緯から、幼い頃から音楽に慣れ親しんだ。 高校生の頃からは、R、R&B 系楽曲、とりわけフュージョンが好きだった。彼女は成長してゆくにつれ、ピアノとフレンチホルンを習得したが、歌うことを最も好んだ。高校を卒業すると、演劇を学ぶため奨学金を授与されて、同州のシラキュース大学に入学したが、シンガーソングライターでデビューするためのキャリアを求めて、中退した。 シラキュース大学在学中の1980年代初期から各種のミスコンテストに参加し始め、1983年にミスニューヨークで優勝すると、さらには1983年9月17日アトランティックシティで開催されたミスアメリカ84でも優勝し、アフリカ系アメリカ人初のミスアメリカとなる。これはアメリカのみならず、世界的なビッグニュースであった。 しかし、1982年に撮影された彼女の上、半身のヌード写真が、ペントハウス市1984年9月号に、掲載されたことがもとで、自らミスアメリカのタイトルを返上し、一旦は2位のシュゼット・チャールズが繰り上げ優勝した。このスキャンダルによって、当時のアメリカでは、彼女のキャリアは終わったものと見られていた。しかしその後、 これが彼女の承諾なしに、無断掲載されたものであることが確認されたことも、あって、ミスアメリカ 1984A として2位の、シュゼットと共に公認されている。2015年9月に開催された第95回、ミスアメリカ本選で審査委員長を務め、スキャンダルから32年の時を経て、本会場にて、ミスアメリカ運営委員会は公式謝罪した。 1988年にデビューアルバムザ・ライト・スタッフを発売した。収録曲のシングルザ・ライト・スタッフは R&B チャートで上位に入り、第3のシングルはビルボード・ホット100のトップ10に入って成功した。アルバムはゴールドディスクとなって新人賞を含む3つのグラミー賞候補となった。1992年には最大のヒット曲である。 セイブザベストフォーラストがリリースされ世界で大ヒットし彼女の名を世界に轟かせた。1995年にはポカホンタスの主題歌カラーズ・オブ・ザ・ウィンドでグラミー賞を初受賞した。1994年ブロードウェイのミュージカルクモ・女ンナのキスに出演する舞台女優として抜擢されこれまでの音楽での才能をミュージカルで発揮した。また、 2002年のトニー賞候補者になった。その他では、ケネディセンターで上演されたカルメン・ジョーンズにも出演した。コマーシャル東海外ドラマのアグリーベティアデスパレートな妻たち、ハンナ・モンタナ、ザ・ムービーに出演した時の日本語を吹き替えはいずれも、イガラシ・レイが担当している。ありがとうございます。